違うのえ違うのあ待ってくれ。だからそういう意味じゃなくて、純粋に、純粋に毎日食べられたらいいなーって。<laughs> 分かってる。慌てすぎだよ。っていうお前もさっきいきなりの言葉に慌てまくってたけどな。<laughs> なんなんこいつら。<laughs> もう好きにしてくれ。笑うなり、やくなり、煮るなり。それじゃあ、一緒に寝ようよ。言葉のキャッチボールしようぜ。<laughs> 何なんなん急に。<laughs> また月曜になったら、イチャイチャできなくなっちゃうから、ワッキー分を補給しておきたいの。ね、土曜日曜ってあるから、まだまだワッキー分チャージ時間は無限にあると思った方がいいよね。じゃあ俺も駒型分を補給しようかな。俺はそう言って、ベッドのシーツを剥いで駒型を誘う。もうそろそろダブルベッド買わん <laughs> もうシングルじゃ、サイズ的に合わないんじゃないかまあ、逆に密着度は上がるけどさ。うーん、君の匂いがする。いや、それはそうだろ。<laughs> 他のメスの匂い嗅いだら、お前そんな顔できないとか <laughs>。まだ匂いネタ引っ張ってんのかよ。じゃあ、代わりに、私の匂い嗅いでもいいよ。もうお風呂入っちゃったから、シャンプーの匂いするし。いや、彼女から自分ちのシャンプーの匂い嗅いでも何も正しくねえから <laughs>。<laughs> そういうのは彼女んちのシャンプーの匂い嗅ぐから、特別感があっていいものなんだから、嗅ぎません。だって俺と同じシャンプーだし、同じ匂いじゃん。ここはマジです <laughs>、えー。ええいいから嗅いでよ。ほーら。早く寝ろよ、マラ <laughs> <laughs> いつまでシャンプー匂いネタ引っ張ってんだよ。いや、やめやめ。二人でわきあいあいと、じゃれあう。恋人同士になっても、こういうノリは変わらないんだなって、安心する。いや、なんかここで一回安心パート入ってんの怖いよ <laughs>。絶対選挙荒れるの分かっちゃうもん。 最近学園ではラブラブできない分二人きりだとやばいね <laughs> だな止まらないなブルマ履きながらの時もすっごく濡れちゃったしお風呂でもすぐに行かされちゃった早く寝ろよ <laughs> なんでセックスの乾燥戦ベッド入ってからやんだよ <laughs> 3回戦目に突入してるだろうが俺も風呂ではギリギリだったな早く行っちゃうところだった <laughs> 誰が野郎の行きそうな話に興味持つと思ってんだ <laughs> 行っちゃっても良かったのに <laughs> 怖いよこの無言 <laughs> お前すぐ黙るもんな <laughs>。急に静かになって、二人、布団の中で見つめ合う。先に我慢できなくなったのは、駒形の方だった。えー、このままやっちゃうの <laughs> 朝もやりそうだな、この調子だと。ねえ、しよっか。お口でしてあげる。今度こそ、君のことを、行かせてあげるんだから。飛ばすななんかここで飛ばしすぎてるから、この後の選挙が、不安の塊で満たされてんだよな。あーいいね。あ、ちゃんと下着変えたんだ <laughs>。 クお前パンツまでチラって見せちゃったら右半分もモザイクかけなきゃいけなくなるだろうが <laughs> ライルー。どんなキャッチやねん <laughs>。 <laughs> いや、なんか肌感、ラストセックス感あったな。何回も射精してて。ん。奇妙な感覚で目が覚める。下半身が妙にムズムズしているというか <laughs>。あんだけ出しておいて、まさか朝もやってしまうのか。まあ、あれだけ昨晩やりまくったら、ペニスへの負担もあるか。あ、これはなさそうだね、朝セックスは。それにしても、駒形の乱れっぷりを思い出すだけでまた、勃起しちゃうかも。いきなり一段階大きくなった。お前 <laughs> 全童貞が夢見る朝のシチュエーションナンバーワンやってる、もしかしてん。うんはて、下半身の方から駒形の声が聞こえたような。 っビクビクってなったちょ、ちょっと待て。あ、起きちゃった。<laughs> おはようございます。お前、せっそうねえな。<laughs> おい何回やったよ。<laughs> 主人公もまあまあ射精したけど、お前行かされまぐってたじゃん。なんで寝たら回復してんだよ。年頃の体力の回復度合い半端ねえな。もういいよ、そのアイキャッチの展開。<laughs> なんだよニコマ漫画かて。いよいよ今日が選挙の投票日だな。ついに来たか <laughs> 長かったぜ。できる限りのことはやったと思う。あとは運を天に任せるだけだ。よーし、勝利して。晴れて駒たと堂々とイチャついてやるぜ。おはよう、バッキー。<laughs> もう散々セックスしまくったお猿さんみたいなあのシチュエーションの後に、そんな清々しい挨拶されてもな。チャンネル登録。 最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ